はい。どうも、クマ長者翼です。え、じゃですね、民間の勤務員の給料について話します。ですね、民間の勤務員の給与明細さすがに持ってないので、ちょっとネットからね、引っ張らせていただく形になります。では、いきます。はい、こちらですね、一番左下の排除合計が41万円ですね。ちょっとその左にあるんですけど、ちょっとまあ見えないんですけど、総支給が103万円ほどですかね。 で、一番右下の、えー、っと、差し引き支給額は62万2300円法ですかね。まあ、勤務員だけあってね、まあ、なかなかあるかなとは思いますね。まあ、僕大体この4倍ぐらいはありますけどね。はい。だいね、プレゼント企画やってますので、よければ近日中の動画からご参加お願いします。Twitter もやってますので、チャンネルホーム概要欄に URL 貼ってますので、よければそちらからフォローをお待ちしております。では、終わります。